山本市長から本日の案件についてご説明申し上げます。はい、ありがとうございます。案件2つでございます。その前に冒頭私の方から、本市において本市の防犯ステッカーを着用した方が迷惑防止条例によってまして、検挙されるという事案が発生いたしました。多分予測でございますけど、この市が自治会に配ったさまざまな防犯活動をしてほしいという、そういう思いを込めて、自治会の防犯活動の、一助になればとして配られたものが利用されたと、私たちは今、予測をしております。捜査の中身がまだ見えておりませんので、何とも言えませんけれども、防犯委員会のものとはまた別のものでございまして、これはもう、町の安全を広げたいみたいな、そういう活動に使うものでございます。そういう意味で、早速、このステッカーの管理につきましての再確認を危機管理室経由で、各団体にご依頼をしたところでございます。今後、このようなことのないように取り組んでまいりたいと思っておりますので、大変ご迷惑、被害を受けられた方々に、お詫びを申し上げなくてはいけません。本当に申し訳ございませんでした。さて、それでは案件の、その前にお手元に配らせていただいております5種類のパンフレットは、すべてがここ、前橋に在住する方々、外国の方々が母国のために、母国の方の目線で、視線で、前橋の魅力をお伝えしていただいたものでございます。中身は中国語、台湾語、そして英語、マジャール語、マジャール語というのは、ハンガリーの言葉です。ハンガリーが本市におけるオリンピックのホストシティになっておる関係でございます。プラス、本市が有効しておりますオリビエト市が存在していますイタリアなどの言語を作らせていただきました。また今後は前橋でなんと5600人もの外国の青年が留学をしておると聞いておりますので、さまざまな言語対応ができるようにしてまいりたいと思っております。それでは案件のご説明をさせていただきましょう。一昨年皆さんにお届けした前橋の市民ミュージカル、灰になった町、その灰になった町が実は三部作であり、第1部、灰になった町、そして第2部、ウオアイニ、そして第3部、鎮魂歌、この3部作の中の第1作を一昨年、皆様方に市民の手で作らせていただき、届けさせていただきました。戦争末期のこの前橋が、どのような状況に置かれ、その中で市民がどう暮らし、そしてどんな希望と絶望の中にいたのか。というお話です。そういう意味で、ぜひとも第2部であるウォーアイニーをお届けしてほしいという思いでおりました。それが空襲という悲惨な状況を受けた前橋市としての、私は全国に発信すべきメッセージである。それが私の確信であります。第1作、お世話になりました新陽一先生、そして中村美雪総括コーディネーター、そして坂川さんはどういうんでしょうかね、舞台監督という表現でしょうか、お三方に今回もお手伝い、お手伝いというか、もうそのものまさにお作りいただく役割を担っていただき、ウォーアイニーをお届けすることになりました。本日はお三方来ておりますので、またご挨拶しながら、この場での制作の意図、あるいは演出のご苦労話などのご質問があれば、この場でお尋ねをいただければと思っております。私自身、皆さんちょっと伝えたいのは、前回は理研という前橋にあった、なんというんでしょうかね、科学研究所が作った風船爆弾というのが一つのストーリーの中に入っていたものでございますけど、今回は富岳です。富岳というのは、群馬県の代表する航空機メーカーであった中島飛行機が、終戦末期に
その時の戦局をどうやって打開するか、まあ、必死になって作った大きな飛行機、重爆撃と言ったらよろしいんでしょうか、のお話も入っておるということです。くしくも今年は富士重工の前身である中島飛行機が創設されてから100年の節目になります。今日もこの前に何名かのスバル関係者とお会いしてお話したところ、まあそれはまあ本社としても非常に嬉しいなというお話も受けたまっていたところです。まあ、産業群馬の礎ともなるようなお話も踏まえて、私なりには大変興味深いストーリーになるんだろうと思っております。それでは新先生や中村さん、そして坂川さんにお話をさせていただきたいと思います。皆さんこんにちは、よろしくお願いします。私が前橋市民ミュージカル実行委員会実行委員長の新です。こちらが、実行委員の中村、それから坂川です。よろしくお願いいたします。さて、今市長から概略のお話がありましたこのミュージカルウォーアイニーですが、これは前橋市民ミュージカルとして、挑む2作目の作品ということになります。一昨年の、戦後70年の節目となる2015年、第一作の灰になった町を前橋市民文化会、今証券学園ホールですか、そこで、2日間上演しまして、2日間とも満席、大変な、好評いただきました。実はこの作品は3部作になっておりまして、いずれも前橋空襲をテーマとした作品です。第一作の灰になった町は70年前に、前橋が昭和20年8月5日に空襲を受けて535人の尊い命が失われた、その史実を市民の皆さんに広く知ってもらいたいという思いで作られました。ですから、一根橋防空壕の惨劇であるとか、前橋高等女学校で女学生たちが風船爆弾を作ったであるとか、理研新前橋工場に生徒が学徒動員で働かされたというような史実をもとに組み立てた話でした。さて、この第2作ウォーアイニーは、なぜ中国語の題名になっているかといいますと、これは日本と中国を結ぶ話であります。実は当時、前橋高等女学校に満州から2名の留学生が来ていました。これは史実です。そのことをもとに話を組み立てたので、そう得た作品ですので、ウォーアイニーという題名になっています。ちなみに、まだ少し気が早いかもしれませんが、3作目は、鎮魂歌、鎮魂歌というのは鎮魂の歌ではなくて、最後の部分は花、華道の華と書きます。普通鎮魂歌レクイエムですけれど、歌ではなくて花になります、華道の華に。ちょっとだけこの話をしますと、これは当時前橋高等女学校に華道勅使河原家の、勅使河原かすみという、お嬢さんですねが疎開して通学していたと、そのような史実をもとに、話を作ったので、鎮魂歌、花、華道の華ということになっています。3作目は日本とアメリカを結ぶ話になります。話の半分はアメリカということになりまして、つまり爆弾を落とした側からの視点も込めて書いた作品になっています。3作目はそこまでいいですが、2作目のウォーアイニーに戻ります。ウォーアイニーは、満州から2名の女学生が留学していた。そしてウォーアイニーという題名は、これは英語でいうところの I love you にあたりますので、戦時下のラブストーリーということになります。幾組ものラブストーリーがこの中に描かれていきます。ですから戦争ものといいますととかく暗く重苦しいと考えられがちですが、決してそういう作品ではありません。つまり戦争に打ちひしがれて暗く辛い生活をさせられている人々の苦しさを描くのではなくて、戦時下にあっても人間性を失わず自由や希望を求めて戦った、生き抜いた、そういう人たちの生き様を描いた作品ということですので、決して重苦しく暗くつらいだけの作品ではありません。そして何といってもミュージカルは基本的に娯楽作品ですので、見て楽しめると。
なんとなく戦争のことをやって積極臭くなってしまうのは私はつまんないと思っていますので、あ、その通りですか、よくわかりました、確かに戦争はつらかったんですね、よくわかりました、でもあんまり面白くなかったですねという作品にはしたくなかったので、非常に娯楽性の高い作品、ある意味第一作の灰になった街より娯楽性は勝っているのではないかと思っております。そして、話の筋はいくつもありまして、先ほど市長から話がありました中島飛行機の富岳ですが、まあ、これは実際は中島飛行機前橋工場で研究していたのではなくて、主に太田や私の知っている範囲では三鷹ですか、そのあたりで研究していたようですし、もちろん完成はしなかったものですが、そこはドラマですので前橋中島飛行機前橋工場で、その開発を行っていたという具合にストーリーを変えてあります。これは史実とは違います。その後の技術者と、満州から来た留学生の恋、あるいは、先ほど、富士重工は原スバルですか、100周年ということでしたが、実は今年は前橋の生んだ不正室の大詩人萩原朔太郎が月に吠えるを出版して100年ということになっております。やはり前橋をテーマにする、前橋の空襲といいますか、前橋を舞台にしたミュージカルを作る以上、萩原朔太郎を何とかしてどっかで登場させたいなと私は思っていました。一作の灰になった街ではもちろん全く登場することはありませんが、この二作目では、萩原朔太郎が大きな役割を演じます。もちろん本には出てきません。萩原朔太郎は確か昭和17年に亡くなったと思いますが、ドラマに本には出てきませんが、その死が重要な役割を果たします。萩原朔太郎の死に傾倒する主人公が前橋中学校生、現前高ですが、立花凛太郎、それから前橋高等女学校が現前女ですが、高等女学校生の、木更木泉、この2人が、ヒーローヒロインになるわけですが、この2人をつなぐものが萩原朔太郎の死ということになります。特に一番中心になって描かれるのが帰郷という詩がありますが、我が故郷に帰れる日、汽車は烈風の中を突き行けるという、確か萩原朔太郎の詩でも一番最初に詩碑が作られたのはこの詩ではなかったかと思いますが、敷島公園にあるそうですが、この詩が、重要な役割を果たしております。萩原朔太郎のことも、盛り込んだということで、非常に、郷土に、ゆかりの深い作品となっております。その内容のあらましのところに、昨年8月に112名の応募者の中で選べた一般市民83名による市民ミュージカルと書いてありますが、市民ミュージカルというのはおそらく全国あちこちにあると思います。私の知ってる範囲でもかなりあります。ですがその大半は中心メンバーはプロを使ってます。東京あたりからプロを呼んできて、いわゆる周りの群衆を公募した一般市民が演じる、そういう形が多いと思います。例えば高崎は今回鬼ころというミュージカルを上演しますが、これはそのような形です。中心メンバーはプロのオペラ歌手が演じています。いや別にそれがどっちがいいとか悪いとかそういうことを言ってるんではないんですが、前橋市民ミュージカルの場合はこれが大きな特徴になっています。つまりプロを入れないで、すべて主役から何からメインキャスト、すべて至るまで一般市民が行う。これはおそらく日本中探してもなかなかないのではないかなと。しかもこれだけシリアスな内容を一般市民が演じるということは、ほとんど全国的には考えられないことだと思っております。その目的2の目的が、先ほどもうすでにお話しましたが、戦時下に生きた若者、町の人の描写を通して郷土の歴史を追体験し、しかもそれを決して重苦しく描くというだけではなくて、娯楽作品としても楽しめるように、作っているのが、このミュージカルです。上演は8月5日6日、くしくも8月5日は空襲から72年ということになりますか。昭和20年1945年ですから、空襲から72年、その8月5日と6日、証券学園前橋ホールの方で行われます。今現在練習は佳境に入っておりまして、今日も実はこれから夜7時から、9時半まで練習を行いますが、4月に先月プレ公演というものを行いまして、前半を、全体の半分弱ぐらいをちょっとプレということで上演したのですが、団員83名の士気も大いに上がっているところです。こういう、ミュージカルを通じてその町の過去、空襲を追体験する、
こういうことは全国でもまず行われていないことだと思いますし、これが一作演じただけだけど、二作目もこうして上演できるということは、本当に前橋市市長さんはじめ、前橋市当局の大変理解と援助があってできることだと思っております。なかなか全国を通じてもこういうものは行われていないと思いますので、ぜひいろんな形でこのことを発信していただけたと思っております。長くなりましたが、以上です。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。恐れ入りますが、一度ここで質疑を受けさせていただきます。ここからの進行につきましては、今月の幹事社であります、朝日新聞の上田さんにお願いいたします。どうもありがとうございます。幹事社の朝日新聞です。最初に案件について、幹事社の方から、質問させていただきます。まず前作がいつ公演されたのかっていうのをちょっと確認したいのと、あと3作目がいつの予定なのかというのと、あとですね、いつから練習を始めら、どのぐらいの頻度で今までされてきたのかということをお伺いしたいんですけども、で何歳から何歳の方が市民でいらっしゃるかということをお聞かせいただければと思います。はい、まず前作の灰になった町ですが、これは、2015年の8月1日と2日に上演いたしました。ですから2年前ということになります。練習はその1年前から2014年の、9月から行っております。そしてこの3部作の3作目となる鎮魂歌、これはまだいつとここで私が申し上げられるようなものではないですが、まあ、灰になった町を上演して2年間隔を置いて、つまりということは練習はほぼ1年間かけてますので、まあ、1年お休みして1年練習かけて、そのサイクルでいきますと、今回8月に上演して、まあ、1年お休みして来年の8月ぐらいから練習にかかって再来年に実現できればいいなと私の方では思っております。これもちろん市長さんはじめ前橋市当局の考えのことですので、ちょっと私の口から必ずそうなるとは申し上げませんが、できれば2年後には上演したいと思っております。それから、この作品大愛には昨年の8月にオーディションを行いまして、すぐもう8月から練習にかかりました。ということは丸1年です。で、練習頻度は毎週水曜日の夜7時から9時半に練習しております。それからもちろんそれだけでは足りませんので、昨年のうちはつまり8月から12月は月1回第2日曜日の1時から5時練習してました。そして年が明けて今年の1月からは第2日曜と第4日曜、つまり月2回の日曜練習、1時から5時。ただ1時から5時と言いましても、全体の練習が5時で終わるのがあって、主要なキャストですね、その部分練習はもう9時10時ぐらいまでやっております。日曜日でもですから1時から午後1時から10時ぐらいまで練習をやるというような体制です。それから7月に入ってはもう毎週日曜日通し練というようなことで、行っています。メンバーは、オーディションの時の条件が小学校4年生以上ということで、上限はありません。ですから今現在は、まあ、去年の小学校4年生ですから今は小学校5年生になってますけど、それから一番上は確か、オーディションの時点で68歳の方でした。ですから今年は69歳になっていると思います。そんな形で行っております。それでは各社、この案件について質問ある社がありましたらよろしくお願いします。よろしいでしょうか。ではどうもありがとうございました。ありがとうございました。よろしくお願いします。続きまして案件につきましてご説明申し上げます。先ほど多言語の観光パンフレットを作りましたけれども、その際言ったように前橋市には5000人を超える前橋、まあ、日本以外の方々がお住まいになっています。留学生だけで5000人ですから、多分職業人として、あるいは結婚されて在留されている、あるいはもうすでに日本国籍を取られましたけれども外国出身の方という意味では、まあ予想以上に多いのですね。驚きました。まあそういう意味で
今回皆さんにご説明するゴミの情報を、市民にスマホのアプリでお知らせするというシステムというのは非常に機能するんだろうと思います。あるいはちょっと僕の妻のような弟うっかり屋の女房だと、あ、いつゴミだったっけみたいなこと、それはまああまり言うとあれですね、女性蔑視なんだな、男もゴミ捨てなくちゃいけませんから、僕もうっかり者でございますので、あ、いつゴミだったっけなんて慌てて飛んでいく日ありますよね。あー、ゴミ収集車行っちゃったみたいな、そんなことのないように、この情報発信によってみんなが、ゴミの日を予定していられるような、そんな優しさで、ゴミ減量家の仲間たちが思いついたと言ったらいいんでしょうか。僕よりも担当者気楽課長説明してくださいませ、詳細は担当課が。以上です。前橋のごみ減量課長の喜楽と申します。それでは資料に基づきまして概要を説明させていただきたいと思います。資源ごみ分別アプリにつきましては市民の皆さんの利便性向上というのを特に目的としてございます。この背景としまして先ほど市長 も言われたかと思うんですけれども、なかなかそのごみの排出カレンダーですとか分別の仕方分かっているようで分かっていない、なかなか難しいところもございます。そういったところで市ではごみの収集カレンダーとか分別ガイドブックというのを紙の媒体で全国配布をしてございます。また市のホームページにもそういった情報をまとめて掲載しておりますけれども、なかなかそういったものだけでは理解しづらい面もあるかと思います。市のホームページに掲載されている情報につきましては、例えば29年4月現在、4月の時点で前橋市のホームページには月35万件のアクセスがあるんですけれども、そのうちの1割3万5000件はゴミに関する情報に対してアクセスがされております。そういったことでかなり市民の関心が高いというのがゴミの情報になります。また総務省の調査によりますと、平成27年の段階でスマートフォンを所持している個人の割合が 53.1% と、ついに半分以上の方がスマホを持っているような状況になっています。また世帯では 72% の世帯がスマートフォンを所持しているというような状況、かなりこれでスマートフォン、パソコンだけでなくてスマートフォンを使った情報媒体でもって必要な情報を得られるというような環境が整ってまいりましたので、前橋としましても他市町村でもすでに導入されておりますが、ごみの分別アプリというのを6月1日から導入しまして、さまざまな情報を非常に得やすい環境で提供していく、それが目的でございます。市長が先ほど申し上げたようにこの資料の中の4番にあるんですけれども、多言語対応ですとかプッシュ通知という機能もございます。多言語対応の面では日本語のほか英語、中国語、ポルトガル語、ハングル、ベトナム語の5カ国に対応してございます。それからプッシュ通知というのがスマートフォンとかタブレットに特有の機能でございまして、特に利用者の方が意識をしなくてもスマートフォンの画面に自然にこう通知が現れてくる、そういった機能でもって、例えば明日のゴミの種類は何ですかとか、次のゴミの日、そういったものを予約しておくことで自動的に表示されるような機能が備わっております。そういったアプリをですね、大阪のディライトシステムというのが開発しておりまして、すでに全国では37の自治体がこれを導入しております。群馬県の中では高崎市、伊勢崎市、みなかみ町がすでに導入をしておりまして、それから桐生市が今試験導入中で、前原市と同じ6月1日から本格導入という予定でおります。つまり6月1日からは全国で39の自治体がこのアプリを導入しまして、県内でも高崎、前橋、伊勢崎、桐生、それ、高崎、前橋、伊勢崎、桐生、それからみなかみ町ということになりますので、言ってみますと、この群馬県の中で高崎から東、
おおむねこの中毛地域にお住まいの方々は、このアプリをダウンロードすることによって、共通の、仕組みでもってゴミに関する情報を得ることができます。またそれについては、アプリを、例えば住所を変更したらアプリを入れ直すとかそういう必要はございませんで、お住まい の、 市と町を切り替えていただくだけで、その場でまたお住まいの町のアプリやゴミカレンダー、そういったものが瞬時に表示されるということで、かなり利便性の高い、総合性の高いシステムということで導入してまいります。そういったことで前橋では6月1日からこのアプリを導入いたしますが、まあ、広報の面では広報前橋の6月1日号にこのアプリをダウンロードするアプリストア、アプリストアの QR コードを掲載しまして、これでもって登録をしてくださいという呼びかけをいたします。それからホームページですとか Facebook、あと危機管理室が発行している町の安全広めるにもこれを掲載させていただいて、いろいろな方法でもってこのアプリを登録していただいて皆さんにご活用いただくということで計画しておりますので、ぜひご利用の方をよろしくお願いいたします。以上です。便利でしょ。本当にこれリマインダーで今日は缶組って飛んでいるわけですからね、非常に便利です。しかもこれがもう全国30市のうちの5市が群馬県でってことは、群馬ゴミに対する行政政策いいんですってことがね、その割に排出量多い全国最下位の方なんですけどね、困ったものでございますけども、まあ、とにかく、まあ、こんなお話をさせていただきました。以上で案件の説明は終わります。ありがとうございます。これより次に入ります。ここからの進行につきましては朝日新聞の上田さんにお願いいたします。まず幹事社からこのアプリのことについてお伺いしますが、具体的に今、まあ、先ほど市長からもありましたけれども、ゴミの排出がまあ結構多いということなんですけれども、今起きている問題ですね、ゴミに関する、問題、具体的に例えばどういった誤りがあるかとかですね、どういったことでまあ多くなっているのかというのをもし分析されていればちょっとお聞かせいただきたいんですけれども、うん、じゃあ木崎さんどうぞ。はい、まあ、ゴミに関する問題、まあ、大きな問題としては、まあ、群馬県の排出量が多いというのがございますけれども、アプリの関連としましてはやはり集積場所での、その分別あるいは排出日の出し間違い、そういった非常に軽いものでありますけれども、まあ、市民の皆さんがそれを守っていただかないと、管理していただく自治会をはじめとする地域の方々がかなり困っているというような状況が伺われております。そういったものに対処する意味で、我々も現場の方で直接そういった出し方がうまくいっていない方にお願いをすることもあるんですけれども、若い方ですとか外国人の方も結構いらっしゃいますので、ぜひこのアプリを活用していただくことで正しく出していただける、そういった面がかなり活用できるかなというふうに考えてございます。あと1点、これ、このアプリについてですね、先に導入したところで具体的にこういった効果があったよとか、なんかそういうことを聞いてらっしゃったら教えていただきたいんですけれども。はい、直接耳で聞いたわけではないんですけれども、新聞報道などによりますと、例えば岡山市さんなどでこのアプリを使ったことによって、さっき申し上げたように若い方が結構啓発の効果が出てきているようだというようなことを感想されているのを拝見したりしたことはございます。それでは各社案件について質問がございましたらよろしくお願いします。すみません、読売新聞の田島です。ゴミのアプリについてよろしいでしょうか。前橋市のゴミの排出量、なんか燃えるゴミこんだけとか資源ゴミこんだけとか、なんかデータはあるんですか。すみません、ちょっと手元にその数字を持ってくるのを忘れてしまいましたけれども、大雑把に言いますと約11万トン、前橋市のゴミが約11万トンでございます。そのうちに例えば有価物集団回収などで収集される紙ですとか、そういったものが約1万トンございまして、
それからいろいろな細々したごみがございますけれども、あとは可燃ごみというのが特に多くなっております。約9万トン近く可燃ごみというのが出ております。その可燃ごみの中に、例えば紙ですとかプラスチック容器包装ですとか他のごみが結構混入されておりますので、ぜひそういったごみを分別していただくことで、まあ、可燃ごみの減量、それがロック清掃工場の延命化にもつながる、それから資源のリサイクルの向上にもつながるということで、分別の方を進めていきたいというふうに考えてございます。今多いっていうお話だったと思うんですけど、なんか一般的な傾向に比べてもちょっと前橋はその傾向が強いかなっていう感じなんですか、ちょっと全国的にそうかなっていう感じですか。一応ですね、環境省の方で平成27年度の一般廃棄物処理の実態調査というのを行っておりますが、先ほど申し上げたように群馬県というのが47都道府県のうちの45位ということでワースト3という順位付けになっております。ですが前橋市はその中で35市町村の中の16位ということで真ん中よりはちょっといいぐらいの位置づけになっております。前橋市も一昨年あたりは1人1日あたりのごみの量というのが1000グラムを超えておりましたけれども、平成26年度、27年度、まあ、2か年度かけましてかなり減量を図っておりまして、まあ、例えばその26年に対する27年度では1人60グラム程度減量するというようなことはできております。事業系のごみ、それから家庭系のごみ、両方とも減量に成功しておりまして、そういった意味では近年前橋市のごみはかなり力を入れた減量の効果が出ているというふうに考えてございます。最後にちょっと1個だけ、ちょっと自分もよくその資源ごみとかって月に 1,2 回とかだったりして忘れるみたいなことよくあるんですけど、やっぱりこういうのをアプリで周知することによってこうその日をアピールしてできるだけ分別してもらうみたいな、そういう効果も期待できるんですかね。そうですね、市民の方にとってはですね、週2回ある可燃ごみの日というのが一番多分印象には強いんだと思うんですね。それで資源ごみについては月2回、まあ、プラスチック製の容器包装は月3回とか、紙衣類についても月2回ということで、やはり回数が少ないものについて、このアプリのプッシュ通知の機能を使って、明日の予定はこうですよということを意識していただく、そういったことで可燃ごみ以外の日もなるべく認識していただいて、分別につなげていただきたい。そういったことで、まあ、このアプリの中をいろいろ見ていきますと、分け方とか出し方の紹介もしてございますので、例えばプラ容器はこのようにしてくださいですとか、ペットボトルはこのようにしてくださいというようなこともご案内してございます。そういったものを見ながら出していただくことで、まあ、ごみ出しが楽しくなるようなことで、ぜひこう取り組んでいただけるといいのかなというふうに考えてございます。ありがとうございます。まあ、まさに読売さんがおっしゃる通りですよね。これただのアプリの導入だけではなくて、これによってどうに市民がごみに対する認識を高めるか深めるか、そして分別してリサイクルの可能量が増えてロックの清掃工場の投入量が減る、そこまできちんとやらなくてはいけません。今日はお配りしてませんけれども、前橋のごみの組成成分、燃えるものがどのぐらいで、缶ごみがどのぐらいだとか、あるいは中核市における前橋のごみの排出量、まだまだ頑張らなくちゃいけないけれども、ね、で、群馬県におけるごみの排出量、なんで、どうして板倉町がごみが一番一人当たり少ないんだみたいなことを皆さんも、多分記者団も見ればびっくりしますよ。まあ、草津や、ね、四万温泉が多いのはしょうがないですよね。ただなんで板倉が少ないのか、そこにどういう秘訣があるんだっていうこともまだまだ僕たちも勉強しなくてはいけません。まあ、このによって来年は一般廃の投入量を 5% 減らせる、リサイクル量を増やしていくっていう意思を込めて導入させていただきますので、喜楽課長の次回の報告を楽しみにしております。ありがとうございます。後でペーパー出してください、いろいろな記者団に。はい、よろしいですか。他は特に、はい、じゃあ以上でよろしいですか。
それでは案件以外について質問ある者お願いします。先ほどの市長が冒頭おっしゃられた防犯の腕章の件で、もし担当者の方いらっしゃったら聞きたいんですけど、事件から少し経っているので、なんかその、まあ、防犯腕章 どのくらい今までに配られていて、その中で紛失したのどれくらいだとか、そういうのが分かっていれば教えてください。はい、はい、今日は危機管理室の上野さん来てますか。じゃあよろしくお願いします。危機管理室防犯係の上野と申します。まずですね、この管理に関しましては、まあ、ちょっとまあ見ていただいても分かるというこのようなものだったので、基本的にうちも消耗品的な、考えで管理をしていたため、正直言うと、個数等に関しましては、把握をしていないというのが実情でございます。過去を調べたところ平成17年度からこのような配布を行っているという事実は確認できました。なおですね、今後につきましては、まず市としてはですね、配るものに関してはすべて番号を振りまして、どちらの自治会に配られたか把握するとともに、先週のですね、5月18日付で各自治会様に対しては、配ったこういう腕章等の装備品をですね、管理を徹底していただきたいということで通知を出させていただいております。平成17年とか 年間大体どのくらい配っているというのは、ちょっともう資料がございませんでした。はい、でも自治体ごとに確実に配っているんですよね。ですね、平成10このすみません、町の安全広げ隊というこの地元のボランティア組織が平成16年度から組織ができ始めまして、で徐々に増えていって平成22年度に一応285の自治体に全部に、制度が行き渡ったと、そうに聞いておりますので、ちょっとすみません、それ以上わからないんですが、はい、自治体ごとに今何個かを配って、1個だけじゃないですか、はい、何個かを、はい、そうですね、回る人によって個数は変わってくると思います。はい、今までは投資番号なかったけれども、今後は投資番号をつけるということですか。はい、そうです。はい、でも今まで配っているものはどうするんですか。一回回収するんですか。いや、もうそれはもうそのまま使っていただく形で、基本的にですね、うちもですね、今回の事件は非常に残念な事件なんですが、ほとんどの方がですね、もう非常に熱心に真面目にしていただいているという、まずそういう大前提がございますから、そこまでは他の自治体のですね、自治会のですね、活動に何か縛りをかけようとか、そういう気は全くございません。今まで配ったものはタッチせずに、はいはい、今後配るものに対して番号をつけていく、はい、私たちもそうにします。はい、まあ、当然配ったものに関しては自治会さんの方で今後もちゃんと管理をしてくださいということでお願いをさせていただきました。わかりました。ありがとう。他にあればよろしくお願いします。どうもありがとうございます。ないようですね。ないようでしたら本当にありがとうございます。よろしいですか。はい、皆さんありがとうございます。バラ園行かれましたか。夜のバラ園も素敵です。ぜひ華やいだバラ園にお出かけいただきたいと思いますし、昼間だと近所の人たちのオープンガーデン、あれ夜は見せてもらえないよね、当然ね。あぶんで終わりなの。あ、そうでしょ。じゃあ俺見落としたよ。まあしかし見落とすこといっぱいあります。とにかくいろんな市民の活動がもう追いつかないというのが私の本音です。まあ、そうやって前橋市を自主的な市民の共同愛によってにぎやかになっていく、まあ、そんな楽しみをしながらも、ぜひ記者団の皆さんにいろんなところを覗いてみてください。ありがとうございました。